いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日、芳賀道也さん及び地味花子さんが委員を辞任され、その補欠として河合孝則さん及び神谷正幸さんが選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の異動に伴い、現在理事が1名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは理事に、河井貴則さんを指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 出入国管理および難民認定法等の一部を改正する法律案、および出入国管理および難民認定法、および外国人の技能実習の適正な実施、および技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、出入国在留管理庁次長、丸山秀春さんほか3名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。 御異議ないと認め採用決定いたします出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし質疑を行います質疑のある方は順次ご発言願います福島み穂さん、はい、立憲社民共同会派の福島み穂です 永、えー、住資格の取り消し、永住資格の剥奪、この条文はどんなことがあっても削除しなければならないというふうに思っています。えー、立法事実、それから今までの経過、当事者のヒアリングなし、そのようなことについて質問をしてまいります。えー、第7次出入国管理政策あの懇談会ののの中で、えー、こ永住権の取り消しについて むしろ慎重意見が極めて強いということをまず冒頭申し上げます12回田中座長、えー、ある種のエピソードとしてこんなひどいことがありましたよというだけのエビデンスで政策を判断するのは問題があるというそれから、えー、まさに、えー 21回岡部委員、第7次出入国管理政策懇談会、永住権を剥奪するということは、むしろ逆効果ではないかと思います。永住権を取得した後に、例えば経済的な困窮に至って、要件が満たされないという人々についても、これは通常の日本人であっても、景気が悪化したときに、失業の浮き目に遭う人は多い中で、これは各国のどの国のデータでも示していることですが、通常の国民に比べて、外国人の失業率は常に高いわけです。そうすると、彼らはより脆弱な環境に置かれるということを考えると、 やはりそこで厳しい要件を課すというのはいかがなものかと思います、えー、そしてこれも12回の、えー、市川委員の反対意見 仕事がうまくいかなかったり、一旦許可したのちにやはり人ですから、仕事がうまくい,かいったりいかなかったりというのは波はあるわけなので、うまくいかなくなって、なかなか納税義務が瞬間的に果たせなかったら、そこでアウトですよというような形になってしまうと、永住許可を取る方も逆に躊躇してしまえよということになりかねないので、そのあたりは取った後の取り消し自由というのは、かなり慎重に考えた方がよいというふうに、私は個人的に思っております。 こういうい状況ですそして大臣、これ、報告書があのこの、えー、出ておるんですが、聞いてください、出入国在留管理庁が中心となり、外国人の受け入れ環境整備について、各方面から意見を聞くとともに、多文化共生に取り組んでいる現場に赴き、直接に見聞きすることも重要であるというふうになってるんですね。 この懇談会、私は有識者会議で、一度もこの永住権の取り消しが問題になってない、報告書にも一遍も書いていないで、懇談会って言うけれど、たかだか懇談会、有識者会議ではないです、しかし、ここにおいても、これだけ慎重な意見が出ている、そして報告書もこうだ、これに反してるんじゃないですか。小泉法務大臣これまずあの第7次出入国管理政策懇談会、えー、2020年の 7月に開かれていますが、このこれが開かれるあの前提になっているのが、その前の年2019年の11月に行われた内閣府の世論調査であります。永<ー>住,住許可の要件、まあ満たさなくなった場合に永住許可取り消しをする。制度の賛否について伺って74.8%の国民がこれは賛成です。という答えをいただいたので。 それではさらに掘り,り下げて、いろいろ指揮者のご意見も伺おう、バランスを取ろうということで、翌年の7月に、2019年11月世論調査のあと、翌年の7月に8ヶ月後にこの懇談会を開いて、えー、そして今ご指摘もありました永住者の実態に、えー、精通された 方々から永住者の立場も踏まえたさまざまなご意見をいただいて、しっかり,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 り国民の声と、またこの永住者の方々の考え方、そこに寄り添う指揮者の方々の考え方、思い、まあ、両方をしっかりと調子した上で、検討を進めていこうというステップを踏んできたところでございます。まあ、そのようにご理解をいいいたただきたいと思いますここでさん 全くあの有識者やさまざまな人たちから、ここまで慎重意見が出ていて、なんで突然、突然閣議決定の前にこれを入れるのか、この永住権の剥奪、根拠ないですよ、有識者呼んで、これはひどい話だと思います、それで、えー、法務省は、いや、七地方団体から聞き取り結果をしましたとして出しており、えー、配布資料にしておりますが、これ、見てください。 11月1日、去年の11月1日からやっている7自治体ですが、黒塗りです、そしてその先方の発言用紙っていうのがありますが、これ、一般的に外国人の人、普通の在留,、まあ、在留の延長や更新をする人、全部入ってるじゃないですか、いずれ本国に帰るのだから、払わなくて済むなら払いたくないっていう考えの外国人もいる、住民税、これですよ、これ、どこが永住権の人なんですか。 このヒアリング、別に永住権の取り消しのためだけにやったものではない、つまり混在してますから、このヒアリング、何なんですか小泉法務大臣、まあ、永住者を含めた外国人の方々の納税状況等について、できるだけ詳しく情報を。おー 求めていここううということでで行った自治体調査であります確かに永住者以外の方々の動向についても報告はされていますけれども、永住者についてもやはり非常に懸念するべき状況がいくつか指摘をされているわけでありまして、そういうものを踏まえて検討を進めてきたところであります。 しかも相手の自治体もないじゃないですか。これざっくりといや本国に変えるから、あのだからそういうのが混在してるんですよ。これで永住権の持ってる人たちの資格の剥奪を故意に拘束効果がある場合とかやってやる根拠に。 しちゃダメですよこれはあのまさに田中座長が第12回第7次出入国管理政策懇談会で言っています、ある種のエピソードとして、こんなひどいことがありましたよというだけのエビデンスで政策を判断するというのには、やや問題が出てくるかもしれないので、とりわけ悪質なものというのがあるのだとしたら、それはどれぐらいあるのかということが、なかなか調べるのは難しいと思いますけれど、そういうこともやっていただく必要があろうかと思っておりますと言ってるんですよ。 これ、ひどいことがあるかもしれないっていう、この中身、すべての外国人で、しかもこんな曖昧なことで、ちゃんとデータを取っておらず、これで、これで聞き取りやったっていうの、これがエビデンスとは私たち認めないですよ、いかがですか小泉法務大臣。この問題はあの、そもそも2019年の出入国在留管理基本計画の策定時に遡るわけであります。まあ、その時点で こう永住者のあり方についてやはり検討する必要があるのではないかと活動に制限がなく在留期間にも制限がない在留資格まあこの見直しをあるいはあり方の検討をするべきであるという計画が、えー、法務大臣決定でありますけれどもなされていますその背景にあるのは永住者のさまざまなに対の行動に対するさまざまな懸念があってこういう計画ができまた政策懇談会を開きまた 今申し上げた自治体ヒアリングの前の年には、2022年には、ヒアリングは23年ですけれども、2022年には永住許可後の状況調査ということで、われわれの直接マネージしーるデータから、現実の滞納件数、滞納の比率、そういったものも把握しているわけであります。いいろいろなことを積み重ねてきてき 最終判断に至ったということであります、はい、福島みずほさん私たちに出されているのは、この7自治体のこのアバウトなものしかないんですよ、これ、エビデンスとは言わないですよ、立法事実のエビデンスとは言っていません、7地方自治体から示された永住者等による高速効果の支払い状況、A 自治体、B 自治体、なんかさっぱり分かりませんが、これでも永住者は外国人全体よりもえちゃんと収納をしているし、これはエビデンスではないですよ。 えー、このような状況で剥奪をするのは問題です。大臣、当事者のヒアリングやってないのも致命的な欠陥だと思います。えー、参考人質疑で、総新、えー、総新、宋、えー、さんが、えー、来られていますけれども、これ、読まれました小泉法務大臣。すみません、ちょっと通告いただいていなかったので、その,その部分についての今、読んだ記憶、ちょっとさらかに申し上げられないんですけど。 福島さんこの参考人質疑、ご覧になってないんですか、小泉法務大臣あの。報告は受けました、そしてようやくはしっかりと読み込みました、ただ、その中身について、こ,この方のどういう、どういう真実があったということまではちょっと今、定かに、正確にはあの申し上げる福島瑞穂さん。なんか印象に残っていることあります小泉法務大臣。 あの申し訳ありません、ちょっと事前の通告があれば、もう一度、そこはしっかり読んだんですけれども <laughs>、それがなかったもんですから、はいはいあのー、定かでない記憶に基づいて申し上げるのも、やはり適切ではないと思います。福島みずほさん。読んん読ででないんでしょう。 この参考人質疑について見てもなければ読んでもないんでしょう、用紙の説明は受けたかもしれないけど、それではこのヒアリングをやってないことを補うことにはならないですよ、何が問題か、この懇談会の報告書で、ヒアリングとかちゃんとやれとか、各関係者の意見聞けってなってるんですよ、なぜ90万人当事者の人たち、何十年と日本にいて永住権の資格を持っている人たちが、一言も聞かれないんですか。 一言も聞いてもらえないんですか、大臣、お願いです、今からでも結構です、当事者の意見、当事者団体の意見聞いてくれませんか、だって、参考人質疑、読んんででないんでしょ小泉法務大臣。この大多数の永住者、まあ、しっかりと納税をしていただいたり、あるいは入管法上の義務を果たしていらっしゃる、まあ、大多数と思われる永住者の方々にとっては、これは何の影響も及ばない。 まあそういう措置であることは、ご理解をいただいていると思うんですね。でそういう意味では、当事者、影響が及ぶ当事者というのは、そうではない今度は永住者の方々には現実に影響が及びます。まあ、そういうその仕組みの中で、90万人の永住者の方々について、どういう形で偏りなく、またしっかりと話を聞けるのかどうか、まあ、それは今後に向けて、あの まあガイドラインの策定というようなステップもありますので、どういうことができるのか、どういう方法がありうるのか、しっかり検討してみたいと思います、はい、福島瑞穂さん。法務省は当,の当事者の切実な声聞いてないですよ、大臣だって見てもいないし、議事録読んでないわけじゃないですかで、ほとんどの人は納税してちゃんとやっている、その通りですよ。 だからこそ、そのちゃんとやっているというか、そんな人たちも含めて、90万人、人たちの人10杯人からげで、法律はそういうものです、こういうこと、こういうこと、えー、入管法違反や故意に拘束効果を払わない場合や、軽微な刑事事件で執行猶になっても、剥奪できるぞっていう法律だから、みんなに及ぶんですよ、法律はそういうものです。 ところでそのガイドラインを作る、作るというふうにおっしゃっていますが、ガイドラインについてお聞きをします。ガイドラインを策定するというが、そのガイドラインは取り消しの可否について訴訟になった場合の規範として、法的拘束力はありますか小泉法務大臣これはあの行政権の執行の執行について、あらかじめ、えー、執行の内容についての予見可能性を高めるための,、まああの情報を提供しようという、あくまで行政権内部の営みの 一つの取り組みでありますので、裁判所を拘束するものではありません、はい、島みずほさんさつまり、裁判所拘束しないんですよ、ガイドラインは。 だから大臣はずっと、法律はこうだけど、ガイドラインがあるから救済されるっていうけど、違うでしょう、今おっしゃったとおり、法務省はさまざまなガイドラインについて法的拘束力を認めてません、裁判規範にならないというふうに主張しています。ですから、例えば在留特別許可がされず、退去強制令書が発布された後で、外国人が在留特別許可をしない採決を行政訴訟で争う場合に、入管庁は在留特別許可に係るガイドラインの規範性を否定し、外国人側がガイドラインに示されている 積極要素をしたら在留特別許可をすべきだったと主張すると、そもそもガイドラインは判断基準ではないから、ガイドライン違反だから取り消すべきという主張は執刀であると反論していますね小泉法務大臣。ガイドラインが施行され、それによって、えー、執行が行われている状況で、まあ、特定の案件が訴訟,訴,訟訴訟の対象になった場合は、もちろん拘束はいたしませんけれども、一定の その行政,行政権の執行の道筋として、ガイドラインに沿った執行がこれまで行われてきているという、その事実は訴訟上、裁判官が一定の,まあその要素として勘案する、まあ、そのことは妨げません、まあ、確実にそうなるとも言い切れないわけでありますけれども、そういう判断要素の一つになりうるということは申し上げられると思います。 福島みずほさん私はガイドラインがあのきつく縛ってほしいと思いますが、今日の答弁、ひどいですよ、つまり法律があり、ガイドラインがあるから大丈夫だったけど、今日大臣は答弁で、ガイドラインは法的交渉力がないって言ってるじゃないですか、実際そうです。法務省ははな裁判でえガイイドラインには えー、全く判断基準ではないから、ガイドライン違反だから取り消すべきという主張は執刀であると、裁判であの反論してるじゃないですか、どんなガイドライン作ろうとそれ、救済されないんですよ、このガイドラインに基づいて、私の取り消しは問題だと主張しても、はガイドラインは法的拘束力はない、そしてこのガイドラインは、実際、何度も何度も変えたり、法務省の中で変えたりしてるじゃないですか、だからだめなんですよ、だからだめなんですよ、この法律だめですよ。 ガイドラインが無力だということが分かったじゃないですか、裁判で法的拘束力がないんだから、縛られないんですよ、だから、あのこれは本当にダメだめだということをあの申し上げます、えー、各団体等からたくさんの声明が出されています、これ、どう受け止めますか小泉法務大臣。そういうさまざまなご懸念があるということをしっかり踏ま,しっかり踏まえて、 ガイドラインもしっかりしたものを作り、またそれに従って、えー、し、あの、しっかりと執行していきたいと思います。まあ、常に、そういうご意見には耳を傾け、えー。しっかりとそれをお聞きする姿勢を保ちながら、一つ一つ、具体的な実行を、政策を積み上げていきたい。というふうに思います。福島みずほさん。九十万人の永住者の人生と生活がかかってるんです。この日本で住み続けられると思った人が、いや、あなたはいつでも追い出せる可能性があるという法律が。どれだけ傷。 どれだけヘイトスピーチを生んでいるか、これだけ不安定にしてるんですよ、大臣、お願いですこの法律、まさに成立する前に、私たちは成立に反対ですし、それから永住権の取り消しは削除すべきだと思ってますが、1回でもいいから、当事者の切実な声、聞いてくれませんか。小泉法法務大臣ここれははの,この法案が成立させていただいたただにすぐ取りりかるべきは周知広報であり またその反応も踏まえたガイドラインの策定であります、そういうステップにおいて、直接、永住者の方に意思疎通をできる方法、またそのタイミングやり方、それは検討をさせていただきたいと思いますいや、法律が成立前ですよ、大臣はやっぱり90万人の人たちの、これから永住権を取得する人たちの、本当に、えー、こんなんで、こんなんで、 在留カード不携帯でも取り消しができるっていう、ここまでの扱いを自分たちがされてしまうのか、自分たちは二級市民なのかっていう声もたくさん出てますよ、その声を聞かずして、この法律、成立させるわけにはいかないと思いますが、どうですか小泉法務大臣これ、全く新しく永住許可制度、あるいは永住許可取り消し制度、全く新しく入れるものではないわけですね。あの永住許可を受けたた方がその時備えていた様々な その状態、状況を自らの意思において、それを離脱するということに対する是正措置を取りましょうという例外的な改革なわけであります。大元のこの永住許可制度を入れたときには、確かヒアリング、あるいはパブリックコメント、そういったもので意思疎通があったと思いますが、これは例外的な。 そ,のそもそも今ある制度をまあ補強するための政策でありますので、有識者の考え方も伺ってきました、またガイドラインというものが大きく影響するというご議論の中で、その策定にあたって、直接、住者の方々の意見をどういう形でお伺いするのがいいのかは検討しますと申し上げているわけであります。 串葉みずほさんあの違うと思いますが、新たに、えー、剥奪という、すごく重いものを持てるんですが、ガイドラインの策定にあたって、大臣、当事者の意見必ず聞きますね小泉法務大臣どういう方法がいいのか、どういう形があ,のあまねく大勢の方の意見を聞けるのか、公平性があるのか、そういった点に十分留意しながら、具体的な方法を検討していきたいと。 はい、福島みずほさん共同親権の場合は、当事者のヒアリングをあの行うというふうに、付帯決議でしています、これ、聞いてください、どういう方法がいいのかですが、本当にこれ、やってくださいで、次に育成就労の件なんですが、今回、外国人技能実習機構が新たに外国人育成就労機構に変わります、これ、場所、役員、従業員、変わるんですか。 小泉法務大臣あの今あるう技能実習機構をベースにし、必要なあ改,改定を行っていく、必要ならば増員も行っていく、ガバナンスの在り方、運営の在り方についても、まあ、抜本的な見検討と見直しを行っていく、まあ、そういう考えでおります、はい、福島みずほさん、はい。100人法務省から100人厚生労働省から出向して、社会の中の職員もいます。でも今の答弁だと結局場所役員 従業員変わらないんですよ。看板をすげ替えるだけであって変わらないんですよ。だとしたら、今までこれだけ失踪したり、様々な問題があるの、どこまで変えることができるのかと思います。で、厚生労働省、今日副大臣に来ていただきましてありがとうございます。で、ハロえー、転籍の時におけるハローワークの役割っていうのは今回とても大きいわけですが、私は厚生労働省やハローワークがもっともっと。このえー、今回の育成就労に。 で役割を果たしてほしいというふうに思っておりますえその点についての厚生労働省の考え決意をお聞かせください宮崎厚生労働副大臣 あの先生ご指摘のとおり、厚生労働省、も共感でありますので、しっかり取り組んでいかないといけないと思っております。また、今般、外国人労働者の方の一層の受け入れの拡大が見込まれておりますので、そういった意味でも、労働者の保護という観点からはあの重要であると思っております。あのハローワーク、労働基準監督署も関与させながら、育成就労において受け入れられた外国人労働者の方が、労働者としての権利が保護されて、 不当な待遇を強いられることがなく安心して終了してキャリアアップができるような取り組みを出入国在留管理省と連携して、えー、取り組んでいく必要があると思っております福島みずほさん、はい、厚生労働省のこれからの役割人員増強ハローワークの強化を含め心からよろしくお願いいたしますで、この永住資格の剥奪のは取り分けですね、これは削除すべきだとこんな法案絶対に成立させてはいけないと申し上げ質問を終わります うん。<c oughs>